怖さだったりをこう皆さんに届けるにはやっぱり喉が今回で終わってもいいという気持ちで 私も怖いながらにやっぱ見てしまうので、ゲームとかもしますし、はい、なので今日はもう思い切って楽しんでやろうと思っています。可愛い女の子たちの恐怖に歪む顔みたいな音でも映像でもそこは見えてくるかなと思います。はい。今回、たまひの声を演じさせていただきます、内田真彩です。よろしくお願いします。今ちょうどアフレコがあともうちょっと最後の一番こう熱いところを残してそうです真っ最中なんですけども、結構白熱した熱いアフレコをしているので、テンションと汗もかきいい感じに仕上がっています。で、今日は、公開アフレコも楽しんでいければと思います。よろしくお願いします。じゃあよろしいですか。はい、お願いします。じゃあよろしいですか。いや、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしいでしょうか。はい。絶叫シーンになります。よろしくお願いします。
ください。よろしいですか。すいません。ではよろしくお願いします。意識がなくなって、あれが私の中に。でもいい、このまま一緒に。あれを外の世界に放っちゃダメだ。はい、以上になります。はい、ありがとうございました。まあ、かなり最初は抑えにと思ってたんですけど、はい、やっぱり結構あ、そうですね、はい、気持ちが入る、気持ち入るとやっぱ声が大きくなってしまうということで、はい、そうですね、やっぱあのもうホラー作品ということで、あの結構やばい生き物がたくさん出てくるんですけど、まあ、その怖さだったりをこう皆さんに届けるにはやっぱり喉が今回で終わってもいいという気持ちであの向かってやってたのでそうですね、今日に合わせて結構こう、自分の調整もしてきた感じですね、はい、そうですね、ここまで日常の中でこう叫んだりとか恐怖した顔をすることってないので、すごい楽しいんですよね、収録してても。で、いろんな、まあ、アニメーションもあると思うんですけど、例えば異世界に行くとか、日常で、ラブストーリーがあるとか。でこのホラー作品の良さとは、その普段経験できないことを映像の中で追体験できて、で、一瞬のこう爽快感を味わえるところだと思うので、それをこうしっかり作れるように、はい、私も楽しみつつ、私も怖いながらにやっぱ見てしまうので、ゲームとかもしますし、はい、なので今日はもう思い切って楽しんでやろうと思っています。バイオハザードが好きです結構やってますねあ、こう3人女の子が出てきますけど、ユウとアキとタマヒっていう女の子が。でタマヒは普段3人でいる時なんかはこうニコニコしてて、でお友達とも本当普通の女子高生をしていたはずの女の子なので、あの見てくださる方にも共感してもらいやすい、あの感じてることとか、あの彼女がこう思ったこととかは皆さんに届きやすいかなと思う等身大な女の子かなというふうに私は思いました、はい、そうですね、これあの監督とも話したんですけど、どういう感じ、リアルめな息のお芝居だったりとかキャラクターのセリフを作るか、アニメーションとしてこう際立たせるものを作るかっていうところが最初話し合いもあったんですけど、まあ、アニメーションで女の子たちを可愛く描くってところと、ホラーで叫んでっていうそのリアルに声が出てくるところの、まあ、いい塩梅をとって今は作っていけてるかなと思うので、その辺が可愛い女の子たちの恐怖に歪む顔みたいな音でも映像でもそこは見えてくるかなと思います、はい、いや本当にスタッフさんが少なくて、スタジオに誰もいないんですよ監督一人しかみたいな。でその感じって普段はあまり体験しないことだったりとかするので、収録中も監督の言ってることをよく聞き、でそれをこうしっかり音に落とし込めるようにお芝居をしているので、こう二人三脚で映像を作れる楽しさを感じながらやっております、はい、そうですね、やはりもうこの気持ち悪さは群を抜いてあるなというのがまず一つ、なんだかわからないけどやばいところに来てしまったっていうのがもう最初の最初、
こう3人が歩いて出てきた瞬間すぐにあるんですけど、もうそのなんかこう世界観にこう飲み込まれる感覚がこの作品はあると思うので、ぜひもう頭冒頭30秒でもいいので見てほしいなと思いますね。今回の作品とても怖い仕上がりになっていると思いますので、皆さんぜひこちら見ていただいて恐怖を体験していただければと思います。タマヒの叫びが、心に届くよ、この後のアフレコも全力で頑張りますので、よろしくお願いします。